こなせば。アクア、お前ってやつはどうしてそう問題ばっかり起こすんだよ。しょうがないじゃない、私の新規は隠せないから、どうしたってアンデッドが寄ってきちゃうの。何が新規だ、女神らしい働き一つもしてないくせに。このダメ神、わー、カズマが言っちゃいけないこと言った。私はむしろアクアに感謝している。大量のアンデッドに踏みにじられるのはなかなかにいい経験だった。ダクネス、お前は今日壁にすら慣れてなかったよな。クルセイダーとしてそれでいいと思ってるのか。カズマは相変わらず容赦がないな、もっと言ってくれ。カズマ、カズマ、私は爆裂魔法を撃てなかったのですよ。どこかで一発ぶちかまさないと気が済みません。硬くて大きいものを見繕ってください。我慢できません。ああ、もうこんなパーティー嫌だ。美少女にチヤホヤされる異世界転生ライフはどこ行ったんだよ。お兄様、大丈夫ですか。今日は楽しいお花見の日なのですから、そんなに怖い顔をせず楽しみましょう。アイリス様がそうおっしゃられているんだ。今すぐ怖い顔をやめろ、佐藤カズマ。へいへい、お花見はいいけど、そこに至るまでのハプニングが多すぎてもうヘトヘトだ。まあまあカズマ、もうちょっと頑張りましょう。リアとシエロは来たくても予定があって来れなかったんだから。それにお花見スポットまではもう少しだしね。これからみんなでお花見、夢みたい。私、徹夜でみんなの分のお弁当を作ってきたの。あなたという人は大げさですね。まあいいでしょう、お弁当は私が全部食べてあげますよ。嘘よね、本当にやらないでよ。あれ、おかしいわね。どうした、道でも間違えたのか。まだ目的地まではもう少しあるはずなんだけど、向こうに見えてるのって、そんな、バカな。はあ、一面桜並木ですね。こんな素敵な景色、私初めて見ました。風が吹くたびに花びらが舞って本当に綺麗だ。桜にはしゃぐアイリス様、なんておかわいいこと。こんなに素敵なお花見スポットがあったなんて知らなかったわ。いても立ってもいられないわ、カズマ、早くお花見始めちゃいましょう。私、屋敷にあるありったけの少々を持ってきたの。今日のために新しい宴会芸も覚えてきたんだから。やけに大きい荷物持ってると思ったら。ただアクア、今日お前はシュワシュワ禁止な。さっき迷惑をかけたことへのお仕置きだ。お前が飲むとシュワシュワがすぐになくなるってのもあるけど。カズマったら、何言ってるの。私が持ってきたんだから、飲む飲まないを決める権利は私にあるわよ。そのシュワシュワを金がないお前の代わりに買ったのは誰だっけ。さて、花見を始める前に一杯やりますか。ユンユン、シュワシュワをついでもらっていいか。わかったわ。お、待ってた花びらが浮かんで粋だな。これをクイッと。くー、最高。ずるい。ねえカズマさん、今日のことはちゃんと謝るから、謝るから私にも一口ちょうだい。嫌なこった。ユンユン、もう一杯頼むよ。ああ、それくらいで大丈夫。ちゃん、ひーちゃん。あれ、俺何して。お兄ちゃん、お兄ちゃん、早く着替えないと学校間に合いませんよ。俺は花見をしてて
それで異世界で仲間に囲まれて。カズマくんたら寝ぼけてる。ここは日本よ。日本か。てーこのスバ。冒険の軌跡をご覧になりますか。このスバ。俺は佐藤和真。父親が大企業の社長をやってる以外はどこにでもいる普通の高校生だ。今日の朝ごはん私が作ってみました。どうですか。お、鮭のムニエルにお味噌汁か。うまい。焼き加減もバッチリだな。やりました。お兄ちゃんに教えてもらったおかげですね。この子はアイリス。一つ年下の俺の妹だ。両親ともに海外赴任中だからアイリスとは二人で暮らしてる。カズマくん、制服の襟が曲がっちゃってるわよ。今直してあげるからちょっとじっとしててね。と、これでよし。この人はユンユン姉ちゃん。隣の家に住んでる一つ年上のお姉さんだ。二人暮らしの俺たちを心配して何かと世話を焼いてくれる。スタイル抜群で俺の憧れの人だ。可愛い妹に綺麗なお姉さん、こんな美少女たちにチヤホヤされるなんて天性万歳。まあ欲を言えば同い年の幼馴染も欲しかったけど。お兄ちゃん、どうかしましたか？いいや、なんでもないよ、アイリス。こうなったら狙うべきは、アイリスともユンユン姉ちゃんとも結ばれるハッピーエンド！だが、このカズマさんは決してむやみに浮かれたりしない。攻略は慎重に。んだ！ってしまった。今日は日直の朝当番なんだった。アイリス、ユンユン姉ちゃん、先に行く。やばいやばいやばい、また他人に怒られる。だが俺は知っている。こうして急いでる時に限って曲がり角で新たな出会いがあるって。髪の毛巻いてたらこんな時間。いっけない、遅刻遅刻。なんという想定通りの展開。すみません、前を見ていなくて。大丈夫でしたか？大丈夫なわけないでしょ。私の可愛い髪型が台無しよ。どうしてくれるわけ？って、もしかしてあんた、カズマ？覚えてない？私よ、私、小学生まで近くに住んでた幼馴染のエリカよ。はい、幼馴染来ました。これはもう三人攻略ルートに行くしかない。カナスーパー。まさか幼馴染のエリカが転校してくるなんてな。おまけに同じクラスで隣の席。本当にびっくりよ。でも別に嬉しくもなんともないけどね。なるほど、美少女ゲームのテンプレのようなツンデレだ。ここは？可愛いエイリカと同じクラスになれて俺は嬉しいけどな。可愛い？ありがとう。でもそんな面と向かって言われると照れるわよ。思ってたより素直な反応。なんかこっちまで照れるな。
カズマ、お取り込み中のところ悪いけど、そろそろ部活行くぞ。カズマって部活やってるんだ。小さい頃は内気だったのに、なんか意外ね。サッカー部だよ。中学から始めたんだ。カズマのやつすごいんだぜ。ゴールキーパーで得点を、 MVP にも選ばれてるうちの部のエースだ。なんだかよくわからないけど、すごいのだけはわかったわ。ねえカズマ、部活が終わった後少しだけ時間ある？まだ話したいことがあって。別に嫌だったらいいんだけどね。嫌じゃないけど。そっか、だったら待ってる。教室で待ってるから。エリカごめん、待たせたな。ちょっと練習が長引いちゃって。全然待ってなんかいないから。それで話っていうのは、もしかして大きくなったら結婚しようって約束のことか？え？なんでわかったの？でも嬉しい。カズマも覚えててくれてたなんて。まあテンプレだからなんですけどね。カズマ、どうかした？いや、こっちの話だ。そんな大事な約束忘れるわけないだろ。カズマは昔からどんな小さい約束でも覚えててくれたよね。ほんと変わらないな。お前は変わったよ。すごく綺麗になった。何言ってるの？それを言うならカズマだってかっこなんでもない。でもカズマはきっとモテるわよね。サッカー部の得点王で、ゴールキーパーで、あと MVP だもの。そんなことない。 MVP だからってことは一度も鼻にかけたことがない。普通の男だよ俺は。ならいいけど。ねえカズマ、結婚の約束はまだ有効かな？私の中では有効で、カズマのお嫁さんになってあげなくもないって思ってるんだけど。決まってるだろ、俺はもちろん。しっかりしてちょうだい。あれ、今誰かの声がしなかったか？ここには私たちしかいないわよ。ちょっとカズマったら、大事なところで茶化さないでよね。ごめんごめん、気のせいか。にしてもこんなに早く関係が進むなんて、ゲーマーだった頃の俺、ありがとう！このスパン！